横浜文化体育館ゴングが鳴り渡りました。すでにリング上では花束を持ったお嬢様が配置中、華やかなリング上に久々に聞きます JB エンジェルスのテーマ曲であります。さあ JB エンジェルスの登場であります。さあ元気がいいですね。北越から半地を通って今駆け合ってリング上に駆け上がってまいります。ハイボールを使った日本のリング、早く心を抑えていないように今 JB エンジェルス発動と、しかも華やかに登場してまいりました。 JB エンジェルスの凱旋帰国であります。華やかな外返り、体は大きくなってますけども、なかなかのスピーディーで軽快ですね。素晴らしいリングへの登場ぶりでした。さあこの辺りもいかにもアメリカ的であります。 JB エンジェルス登場してまいりました。さあそして今日はホスタイムと西脇美智子、アメリカで修行を積みました大先輩に堂々と挑戦しようという今人気若手最高のコンビであります。大きく一呼吸いたしまして、今花道リングに登場しようというホスタイムと、そして西脇美智子両選手、大きな目標に今日は晴れて挑戦できる日を迎えたらしてやります。アメリカで WWF 女子世界タッグ選手権の伝統を持って日本に凱旋帰国してまいりました JB エンジェルスの胸を借ります。60分日本勝負世界選手権であります。選手といたしまして、フジテレビのために両チームのレフリーに花束の贈呈でございます。両チームそしてレフリーに対しまして花束が贈られております。横浜文化体育館、先ほどWWF のチャンピオンベルトを私手に取って見せてもらったんですけども、ちょっと小さいんですけどもね、いかにも歴史の重みを感じるようなね、いいチャンピオンベルトですよ宮本さん。そうですね、なかなか渋みのあるね、はい、本当に素晴らしいですね。まあ、ジャガーの持っていた 3WA の赤いね、チャンピオンベルトもとっても良かったんですけども、これはまた WWF それなりにですね、なんとも言えない感じのチャンピオンベルトであります。この試合が正式に WWF の公認の世界選手権であることを今上田晋司コミッショナーがリング上で認定しております。この試合を WWF 認定世界タッグ選手権であると宣言する昭和63年3月ワールドレスリングフェデレーション会長ザッカニー代表です。さあ宇治井エリングアナウンサーから改めて選手の紹介が行われます。まずチャンピオンチームの紹介です。文字通り大きなチャンピオンになって日本に帰ってまいりました JB エンジェルス、そして山崎一輝であります。
アメリカに出発する前からタッグの鬼と言われておりましたジェイビー・エンゼルスが文字通り大きく成長して帰ってまいりました。まあ、あまり、紹介してくれない方がいいと本人たちは言っておりましたが、なんと痩せっぽっちのですね山崎一樹が75キロということで、縦の乗り用はですね今や引退したダンプ松本に迫るような80キロの体重であります。試合が始まりました。この試合60分1本勝負、果たしてどういった試合をジェイビー・エンゼルス披露してくれました。そしてまた若い堀田西脇のコンビが大きなジェイビー・エンゼルスに対しましてどう試合を挑みますか。宮本さん、これは何かゾクゾクするような見応えのある一戦になりそうですね。そうですね、まあ塩野さん今ウェットアップの話されましたけどね、はい、まあ、しかも非常にナチュラルな、ね、体の作り方ですからね。そうなんです、はい、非常に全然無理がないわけですから、はいはい、僕もやっぱりそんなに対してね変わらないですよね。鍛えてたくましくなったという体ですからね、はい、ジャガーはねこのジェイビー・エンゼルスですけどもね、はい、どういうふうにご覧になりますか。そうですね、一回外国の試合も見たんですけどね、はい、体は大きくなってるんですけどね、こういう重さは感じないですし、どん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 タッグの何て言うんですか、コンビネーションのね、はいはい、良さがすごい目立つんですよ ね、息があった、はいはい、そういう意味ではもう最高な、そうですね、最高のペアですよね、はい、とにかくジェイビー・エンゼルスが登場いたしますとね、実況放送もどうしてもテンポアップしなくちゃ追いつけないんですけども、本当に軽やかな動きを披露しております。体は大きくなりましたが一段と成長いたしました。素晴らしいレスリングを見せております。斉藤清六さん、はい、今日はジェイビー・エンゼルス凱旋帰国ね、しかも、ね、チャンピオンベルトを守る大切な一戦ですかね。見るからね本当自信と余裕が感じられますね。はいはい、本当さっそうとしてます。そうですよね、はい、しかも選手紹介を受ける時のちょっとした仕草にも余裕がありますし、何かアメリカンナイズされた動きも見られたようであります。控え室なんかでももうこの2人はね全くの漫才コンビでありまして、今日もインタビューしたんですけども、はい、まともにインタビューをお届けできないような本当に楽しいねコンビに変わってますね。ね、アメリカナイズされたんですね。そうなんですよ、まあ、アメリカでいろんな苦しいこともあったでしょうけども、はい、たった2人でねやはり遠征に次ぐ遠征でこのぐらい楽しい明るい雰囲気を持ってなくちゃちょっとやっていけないのかも分かりませんね。楽しいプロレスが期待できそうですね、しかもたくましいね、はい、今日は一回り大きく成長いたしまして、しかも WWF の女子世界タッグ選手権チャンピオンベルトを持っておりますジェイビー・エンゼルスが日本の今人気堀田西脇両選手の挑戦を受けるという WWF の女子世界タッグ選手権試合であります。今日はジャガー、はい、当然ですね若い堀田西脇にいろいろコーチとして相談を受けてるんじゃありませんか。そうですね、やっぱり完成させたいのはやっぱりペア の、 やっぱり技なんでね、うん、2人のコンビネーションなんかは相談を持ってるんですがね、はい、あと毎日のことはやっぱりやってって覚えていかなければね、教えられないこといっぱいありますからね、はい、そろそろ手を取り足を取って教える段階からやや気合いなくて見るとこういったところにある西脇堀田来てるわけですか。そうですね、ジャガーから見て腕は教えられないものってありますからね。そうですか、そういうものは自分たちでやっぱり考えながらこう学んでいかなければいけないんじゃないかなと思います、ね、いや今日は挑戦する相手はもう格好の先生ですね。そうですね、胸を借りて教わることがたくさんあるでしょう。西脇美智子そして堀田恵美子でやります。今日西脇にちょっと話を聞いたんですけども、堀田と同じような動きを自分がしてはダメなんだと、今一番自分に大切なのは切れ味を勉強することだということを本人の口からね私に話してくれましたですけども、宮本さんこのあたりいかがですか。そうですよね、はい、試合前もね、大変緊張してましてね、もうあまり頭でっかく行かないでね、はいはい、もうとにかく頑張りますということだったんですけどもね、はい、しかも60分1本勝負になっておりまして、油断をするとあっという間にジェイビー・エンゼルスに1本が取られてしまいます。まあ初挑戦でしかもうまくいけばですね大きなチャンピオンベルトが自分たちのところに入ってくるわけでありまして、これ以上大きなチャンスはありません。堀田由美子そして西脇美智子でやります。今日は藤井千子ちゃんもね、斉藤清六さんの横でも一生懸命観戦中ですけども女子プロレス改めていかがですか。そうですね、やっぱりテレビで見るより、はい、こうやって実際こう生で見た方がね、ね、迫力があってね面白いですね。息を飲むような感じでしょ。とても
同じ同性がやってるとは思えないでしょう。そうですね、はい、しかもですね、はい、JB エンジェルスはもうあのアメリカでね資源を積んで多く成長してるんですけども、はい、この JB エンジェルスに挑戦している堀田恵美子西脇美智子っていうのが今大変な人気コンビであります、はい、高いとこから飛びました、うん、アップそして苦しいスケジュールの中でねアメリカそしてカナダとね大陸を転々しながら疲れ切ったスケジュールでしかもあのファン一人一人に向こうの選手は最後の一人まで本当にあの親切にサインをするんですってねそれを見ていて心打たれたと言っておりましたああそうですかはいさあおっこれはうまかったネックリーカードロップに行きました西脇でやりますさあ西脇今度はどうするかそううまく受け止めましたさあ上からホーンの体勢だレフリーが村山大ってやります今日はやはりあの JB エンゼルスの動きに刺激されたんでしょうか西脇がなかなかあの切れ味鋭い動きをしておりますしかしあの空中ラリアートを切ってしまいましたここでバッチリとタッチいたしました山崎一輝さあ今度は山崎さんニュートラルコーナーのトップロープに立ったさあミサイルキックを出ました強烈なミサイルキックまあこの人は軽量時代からミサイルキックには定評はありましたが今度はウエイトがついてますから破壊力は20、30ですね2倍、3倍になっておりますそして高層で強烈センスに差し付けられましたさあ西脇さあ場外に落ちました一息入れておりますそして立野がさっと上がってまいりました JB エンゼルスが一足早くリング上に登場しておりますファン山崎選手なんかあのかつて細くしてジャガーねなんとかあのウエイトがつかないものかとノイローゼになるぐらいウエイトが欲しいウエイトが欲しいと言ってた人がなんと75キロですから信じられませんですね本当にそうですね、うちの会社のやつみんな大きくなるみたいですけどね本当に本当にしかもあの胃病を持ってたんです ね夜中にあの胃が痛くなってお医者様に救急車が運ばれたんで、とってもあの健康状態が悪くて再生するとは思えなかったですけどね、はい、そうですね、はい、いつあのリタイアして選手を辞めてもこれはもう仕方がないような時代もありましたそうですね肩も脱臼した時ありましたねそういったかけらは今全く見えません、はい、たくましく成長しております山崎一輝さあその山崎に対しましてさあこっちはあーっとパイルドライバーだカウントは2でしたまあしかしいくら山崎が大きくなったって堀田恵美子体で負けるようなことはありませんよねえそして今度はさあどうするかああ叩きつけましたパワーボムでありますさあこれは強烈だったちょっと動くかと思った山崎一輝強烈なパワーボムを仕掛けましたそして今度は堀田恵美子登場でありますちょっとあの堀田と西脇が同じようなあのヘアスタイルになりましたんでね分かりにくくなりましたそれだけ西脇体が全部出てきたんでしょうかさあ3人のコンビネーションプレーでありますそして再攻撃が続きます山崎をがっちりと捕まえておりますさあ今度は2人ブレンバッターかどうかああ前に落としたしかし山崎がうまくかわしましたそして2人を一戦に仕留めておりますさあ縦のノリオ選手と山崎が今トップロープに上がったさあこれから一気に飛ぶかミサイルキック強烈なミサイルキックが炸裂いたしますリング上に火花が散りましたさあ西脇かそしておっと山崎一輝サイドドライバーでやりますそして縦のが場外に落ちましたチャンピオンチームちょっとピッチになったそして今度は山崎が一回山崎が仕留めました鮮やか山崎が仕留めました一瞬の隙を聞いております今縦のが場外に落ちてましたんでね危ないところが危なかったですけどもうまく隙を見ましたね、はい、今の最後の決め技は何だったですかあの、まあ、腕を絡めてね、はい、足でうまく絡めて、そのままスリーカウント取ったんですけどね、そうでした、はい、一瞬のね隙をついた実に見事なボールが散りあります。やはり今の技なんかもアメリカであの掴んできた技なんでしょうか、それとも一瞬出た技なんでしょうかね。身につけてはいたと思うんですよね。そうですか。そのタイミングが難しいんじゃないですか、ね、手を絡めてなんでね、はい、相当あのいいタイミングじゃなくてうまく入れないような技なので ね、 ですね。そうですね。私はあの場外に落ちたね今縦のばかり今言ってましてね、はい、試合が決まった瞬間ついゆっくりしておりましたがあっという間カウント3が入りました。斉藤清六さん、はい、いかがですか。しかし素晴らしいコンビネーションプレーでした ね、 ね、はい、あの
堀田の西脇チームははい、パワフルで対抗したんですけどね、惜しかったですね。惜しかった、はい、しかし今日は堀田も西脇も何か自分の内に秘めたようなものが表に出てて、なかなかのいい試合だったんじゃありませんか。そうですね、一時期より堀田も顔が引き締まったなって気がしますね。ね、そういうものがレスリングに現れてますけどね。西脇も多くなりましたね。そうですね、ちょっとね、はい、はい、今日はなんといっても大きな目標で、ちょっとキャリアとかね、現在置かれている立場とか違うんですけども、しかしよく山崎舘野に対抗して堀田西脇若手2人頑張ったんじゃありませんか。頑張りはね、本当にやりましたね。そうですよね。凱旋帰国の JBA ゼルス山崎舘野典夫の2人であります。雰囲気ですね、獄門島は。いやー本当にね、はい、活気と言いますかね、ちょっとなんか一気に悪いようなね、いきなり行きました。世の中がいきなり襲いつかみました。まだ認定証も上げられておりません。チャンピオンベルトの返還もまだ行われておりませんでした。早くも先端を控えております。世の中のさあ、果たしてどうなるんでしょうか、果たしてどうなるんでしょうか、試合開始につながるのか、軽い挨拶か。おっと狂気を手にしております。早くも狂気を手にしております。ブルナカの悲鳴が上がります、悲鳴が上がります。横浜文化第1班、早くも先端が開かれました。試合が開始されたのか。ダンプ松本は体は大きくて狂気攻撃はあったけども、しかしブルナカのにはプロレスの技があるんですね。ですからこの辺りは怖いんじゃないかということを言ってましたですね。そうですね、はい、やっぱり体があるとやっぱり技に頼らず体だけでいってしまうようなところがあるので、ね、そう、また細かい技はやりづらいっていうのもありますね、はい、体が大きくてはね。ジルの球はそこへ行きますと、今もバックドロップに行ったりしますから、残念もありますし、何度もありますもんね。そうですね、器用ですね、はい、何度も行きまして、はい、ですからこういったジルの球の前に悪の大道団結を生みました獄門島であります。
今日はその独門町の集中攻撃を受けております。長いおきんさん、それにしてもあのいちこちゃん、藤井いちこちゃん、ブルーの中野の名キャップどうですか。え、いやもうすごい怖いですね。まるであの墓場から来たねえ、よくあの名キャップが女性でできますね。そうですね、今度教えてもらおうかな。なんてやっぱりあれでいい気持ちになっちゃうのかな。そうみたいですね。その気になっちゃうとかもあるのかな、ね、女性はそうですか。そうですね、うん、じゃあ今度私もやってみますか。本当に今日はあの人柄が変わったような感じでやります、ちょっとあのいつもの動きと違ってね、いかにもあの幽霊っぽいっていうのかな。そうですね、あのメイクをしてるから不気味な動きを見せております。さあそのブルー中野に対しまして実行撃。さあそして短期攻撃を仕掛けておりますのが長屋の金所でやります。さあブルー中野ロープに踏まれました。さあ点点ニールキックが入りました。そして今度はキックで返しました。ブルー中野でやります。技には技。さあ線路は内臓に対しまして経験ブルー中野、その手をしっかりと握りしめました。そしてクロー攻撃、胃袋深めをやっております。ブルー中野であります。極満党投手、今日はやはりその威信をかけてチャンピオンベルトに挑戦しているわけですから、ミラバの試合はできませんですね。旗揚げ工業みたいなもんですね、はい。まあ、これで長尾千草のね、はい、無冠チャンピオンなんですけども、まあ、赤と白のベルトの一方の白いベルトを取ればね、はいはい、やっぱり二冠の、まあ、長尾と言いますか、その少し意思報いるわけですからね、60分日本勝負オールパス選手権試合、チャンピオンが長尾千草、挑戦者ブルナフノであります。60分日本勝負、早くもリング上ヌンチャクが出ました。文字通りブルーに顔面を染めております。メイキャップ、ブルー中野をどうするか。あーっと一転して今長屋つぶさを場外に落とした。そして一気に飛ぼうという体勢だ。さあ飛んでいくか、どうするか。あーっと一気に飛んでブルー中野が下に落ちました。あのリングの上から一気に長屋つぶさんを狙ったんですけども、ちょっとあの目標がずれたって言いますか、失敗したんじゃありませんか。ブルー中野、いや、あのエプロンに乗れてエルボーを一応飛ばしましたからね。あ、そうですか、はい、エルボーはやはり命中してました。命中しましたね。なるほど、はい、さあそしてまたリング上の対戦になりました。今度はどうかパイルドライバーが入りました。次々に大技を炸裂させておりますブルー中野。しかしすごいですね、ベルトに対する執念ねえ。これがなくちゃあのチャンピオンベルトをめぐる争いは面白くありません。今度は一戦して長屋千草であります。何としても長屋が持っている白いチャンピオンベルトを自分のものにしたいというブルー中野。さあ懸命にこらえているブルー中野、どうかパイルドライバーの体勢に入れるか。入った、足をバタバタさせてこらえております。入った、感動をつけて一発いきました。いかにも長屋千草らしいパイルドライバーが炸裂しております。そしてカウントが2つ入りました。手を握りしめて観戦中のジャガー横田、いやなかなかいい試合になりましたね。ジャガー、そうですね、もうブルもすごい威力ですね。ああね、今日ははい、このブル中野も化けるっていう意味ではバンパスの中に負けませんですね。そうですね、おっと場外戦が展開されようとしております。さあ場外に今ブルー中野を飛び出しました。おっと回転が一転、長いを追いた思わず口から水を吹いております。いやー、やられました。しかもあの長いを追った選手をさっとですね、ダイナマイト軍団が順調に入れております。さあうまかった、バックを取った、バックを取った、おっと場外が出ました。カウント、カウント2点9番、危うし長与千草、実にタイミングのいいジャーマンであります。あのブル中のジャーマンスープレックスはやはり怖いですね。そうですね、はい、また行きますよ。おっと今度はバックを取った、またやられた。さあカウント、今度は3つだ。
連発してますですね。いやー、これジャーマン2発ですからね、はい、もう長尾久美さんに決めたんですからね、はいはい、おー、すごいですよ。おーっと、今度は長尾が行った、そのまま決めるか、ミスが行った、鮮やか、長尾久美が返しました。長尾久美さんがやりましたね、ドラゴンスプレスですね、はい、本当にジャーマン2発に耐えてね、はい、まあ、最後の切り札でしたね。そうですね、はい、いやー、それにいたしましても、オーラ連発で見応えがありました。斉藤清六さん、はい、決着はつきましたが、最後の選手が起き上がれませんよ。しかし、本当に精神的に、スタ的にギリギリの戦いですね。はいはい。本当にインパクトのある戦いで、興奮しました。素晴らしかったですね。はい、今、試合が終わってですね、ファンが興奮して、何か選手紹介の時のように、テープを投げ入れてますもん。はい。これから、また新たな戦いですね。はい。スタートです。いや、何か長与千種選手の今表情が映りましたが、朦朧としております。一子ちゃん、はい、ね、まさに全力を使い切っていい勝負だったね。そうですね、すごい良かったです。はい、